はい、こんにちは。 SX 世界史のローマ編第4回は内乱の1世紀というところについてやっていきます。で、前回の復習からまず最初にやっていこうと思います。紀元前264年にポエニ戦争、これはローマの最初の侵略戦争、ローマがイタリア半島を統一して、それからローマか、イタリア海外に目を向けていく、そして最初の侵略戦争、これがポエニ戦争になります。で、これ紀元前264年つむじから146年紀元前ですね、までイジル、つむじからイジル、つむじイジル、ポエニ戦争と覚えてください。で、この戦争にローマが勝利することで、シチリア島、イタリアのクツの先っぽにある島ですね、シチリア島をはじめとする、属州を獲得しました。この属州っていうのは、ローマが海外に持つ、領土のことですね。で、このポエニ戦争でシチリア島とか属州、その他の属州を獲得することで、ラティフンディアと呼ばれる、農業、大規模な土地を経営して、そこで、農民だとか奴隷だとかを働かせるラティフンディアが発達していきました。で、ラティフンディアが発達することによって、今までイタリア半島で働いていた農民だとかは、大規模な農業を行うともちろん農作物の価格が下がりますから、イタリア半島で働いていた中小農民なんかは没落していってしまいます。で、これによってそこで没落した農民たちはどうするかというと、何もなくプラプラ歩いているんですけど、彼らはそれでも生きられたんですよね。彼らはローマ市に入っていくことによって、ローマの有力者から、パンだとか食料をもらったり、サーカスというのは見せ物のことですね、見せ物を見せてもらったり、していました。では、ここで、ローマの海外領土についてと、このサーカスについて少し資料を見ていきましょう。はい、いいですかね。これ今見えてる範囲が、だいたいポエニ戦争終わった時点での、ローマの領土と属州を合わせたものと思っていただければ結構です。ここがシチリア島、最初の属州になります。ここがローマですね。サルディーニャ島とかコロシカ島は、古代ローマの範囲ではあまり出てきませんが、後々ね、世界史を学習していくにあたって、重要な島になってくると思うので、ここで覚えておいても損はないと思います。そして、これですね、パンとサーカスに関して、サーカスが行われていた、競技場の中で最も大きいものはこのコロッセウム、ローマにあるコロッセウムという円形闘技場のものですね。現在はこの辺が欠けていますが、僕が再現して、元の形に戻しました。大体こんな感じだと覚えておいてください。写真とかね、特にローマの文化なんかでもよく出される問題なので、ぜひ覚えておいてください。コロッセウム、円形闘技場のことです。はい、で、最後ですが、このラティフンディアなんかで働かされた、奴隷だとかいたわけですから、奴隷制がさらに発達していくということになります。では、これが前回の復習で、今回のポイントについて入っていきましょう。今回のポイントはね、ささっとやっていきましょう。はい、今回のポイントです。今回のポイントは、内乱の1世紀、内乱の1世紀って何ぞやっていうのはね、また後々やっていきますが、内乱の1世紀の流れをつかんでください。何がテストとか入試とかで出されるかというと、この順番ですね。順番が特に紛らわしい、何が最初で何が後なのかっていうのは紛らわしいので、その順番を今回、しっかりつかんでいってほしいなと思います。ではでは、内乱の1世紀始まりと、いいですかね。最初、内乱の1世紀の始まり、まだ始まってはいないんですが、その元となったのはこのグラックス兄弟の改革が原因になりました。なんで彼らは改革をしようと思ったかというと、先ほど大土地系ラティフンディアが発達したとありましたね。もちろんその土地の所有者は、一部の、貴族ですから、彼らがもちろんどんどん大きな土地を独占していくわけです。で、それに対してローマの農民なんかは、だんだん自分の持っている土地が少なくなったり、もう全くなくなったりして、奴隷になったりもしていた。それに対してこのグラックス兄弟、と呼ばれる、政治家たちは、五民館覚えてますか？第2回の授業でやりましたね。五民館の立場から、つまり彼らは平民
たちが構成する平民会のトップで、御民官という役職について平民会で法律を通そうとした。でこの御民官の立場から土地の再配分、貴族たちが持っている土地を取り上げます、一部取り上げて土地を持っていない農民に分けてあげようっていうのがこのグラックス兄弟の改革のまあ大部分になります。もちろんそんなことしたら貴族って怒りますよね。例えば あなたが明日朝起きたら、あなたの家の庭で知らない人が農作業をしている、まあ、そんな状態ですよ。すると貴族たちがもちろん反発します。貴族たちはもちろん平民たちを助けてやりたいという気持ちもなくはないんですが、それよりももちろん自分たちの利益の方が大事だろうということで、彼らはグラックス兄弟、御民官なんですが、貴族たち、主に元老院の人たちが反発することで、この改革は失敗に終わってしまいます。貴族たちの反発でこの改革が失敗に終わるということは、平民たちが改革を行ったのに助けられていませんよね。つまりここから2つの問題が浮上してきます。1つは平民の救済です。そしてもう1つが、貴族の利益。この2つが対立していく、特に、まあ、平民そして貴族が対立していくことによって、ローマはだんだんと、内乱、まあ、つまり内側で喧嘩だとか口論が起こっていく。それがこの内乱の1世紀という時代になっていきます。ではグラックス兄弟の改革について何が起こったのか見ていきましょう。紀元前107年になるとマリウスという男が軍政改革をします。何が変わったの？今までローマは重装歩兵と呼ばれる歩兵を中心に活動していました。戦争を行ったり、まあ、侵略を行ったりということを行っていた。ですがその重装歩兵の武器とかはどうしていたかというと、彼ら自身で負担しなければならなかった。しかしこのマリウスの軍政改革によって彼らは武器を持っていなかったとしても軍隊に入ることができた。何が良かったかというと、先ほど中小農民が没落したとありましたよね。つまり彼らは武器を自分で買うほどのお金を持っていなかったんです。それによって彼らも何もお金を持っていなかった彼らが軍隊に入ることができたり、まあ、軍隊にね養ってもらったりすることができるようになった。これが、まあ、マリウスの軍政改革、没落も農民の面倒を見る。もちろんそうすると没落農民だとか平民を助けてたわけですから、マリウスという政治家は平民に支持されていくわけですよね。そして できてくる、政治家の一派が平民派と呼ばれる一派になります。でこのマリウスの軍政改革の後ですね、紀元前91年に、同盟地戦争を、同盟地に関しては前回やりましたね、植民地、自治地、同盟地という3つの、属州を大きく、属州の都市は大きく3つに分けられていましたが、その1つが同盟地でしたね。同盟地は見た感じでいくと一番位が高そう、その植民地、自治地、同盟地の中で一番位が高そうなんですが、この同盟地というのはローマ市民権を持っていなかったということで不満が高まっていた。で紀元前91年になるとその同盟たちは一斉に反乱を起こします。で結局どうなったかというと、元老院だとか平民会議会は、イタリア半島内の同盟市に対して全て市民権を与えるよということで、まあ、一件落着することになります。まあ、だんだんとねローマの中に不安が高まっていきますよね。で紀元前88年になると、マリウス、これさっきも出てきましたね、マリウス率いる平民派とスラ、これ新しいですね、代表の罰族派、罰族派の罰難しいですね、注意してください、罰族派の対立が起こっていきます。平民に対立するのは何ですか？貴族なんです。平民と貴族の対立、これがやっぱり内乱の一世紀の中心になっていきます。
でマリウス率いる平民、あ、特にマリウスですね、マリウスとスラは交互にローマの政治の実権を握っていくんですが、まあ最後にスラが勝利します。まあ当たり前っちゃ当たり前ですよね。さっきマリウス出てるんですが、ここでスラが勝たなかったら、まあスラ何のためにここで出てくんねんっていう話ですよね。まあこれが、まあ、内乱の1世紀の前半になります。はい、では今回のポイントに戻って、今日の授業を復習していきましょう。よいしょ。はい、いいでしょうか。内乱の1世紀の始まりですね。内乱の1世紀の始まりはグラックス兄弟、グラックス兄弟と呼ばれる5民間が、土地の再配分を主張して改革を行ったことによって、内乱の遺跡は始まっていった。で、彼らの改革は失敗した。次に何が起こったか、まあ、マリウスの軍政改革もあったんですが、まあ、とりあえず同盟史戦争、植民史、自治史、同盟史ある中で一番位の低かった同盟史たちが反乱を起こしたよ。これが同盟史戦争でした。その結果、イタリア半島内の同盟史に市民権を与えることで同意した。まあ、今回の授業の最後ですね、まあ、簡単に書くとマリウスと、スラ、マリウス率いる平民派と、スラ率いる罰族派の対立が起こった。まあ、それによってさらにローマは不安に包まれていくよっていうのが今回の授業です。はい、いいでしょうか。この3つの流れしっかり押さえておいてください。まだこれはね、内乱の遺跡の前半戦です。次回も内乱の遺跡が続いて、その内乱の遺跡が終わります。その終わるところで、まあね、ヒーローが現れてきたり、まあ現れてこなかったりするわけです。はい、じゃあ今回の授業はここまでにします。ありがとうございました。